めちゃくちゃ腹に効いた。はい、皆さんこんにちは、タートルです。お腹引っ込めたいけど腹筋メニューがありすぎて全然わかんねえ。いろいろやってもお腹に効かねえよ。そういった方におすすめな、30秒3回やるだけの腹筋全体を使うことができてお腹が引っ込む腹筋メニューを紹介します。この腹筋何がいいのかっていうと、いろんな腹筋やってお腹に効いた感じがしない、首や腰が痛くなる、時間が長いから結局楽なやり方をしてしまう、そういった方は短い時間でお腹に効く腹筋メニューをやった方がいいんです。そういった方におすすめな腹筋方法になります。めちゃくちゃお腹に効くんで、スマホ見ながら一緒にやっていきましょう。微妙な足の位置で負荷が変わってくるんで、運動が苦手な人もできるし、お腹鍛えたい人にもぴったりな腹筋メニューです。よく食べるよ、お酒飲むよ、運動不足だよ、でも1日 1,2 分ぐらいは運動時間作れるよっていう人はこれだけやってください。今日も一歩前進しましょう。スマホ持ったまま寝ます。足を伸ばします。両足浮かして片足曲げます。ポイントはここの膝の角度、これがこうなっちゃダメ、できるだけ90度もしくはちょっと上、この足を引き寄せます。引き寄せながら上体をしっかり起こして、これでキープ、これを5秒おきぐらいに足を入れ替えます。できるだけ膝を抱えた方がお腹が締まるんで腹筋に効きます。もう一つ注意点、息を止めたらダメです。息は長く吐きながら一瞬で吸ってまた吐き続けます。これがポイントです。行きましょう。3回足入れ替え、膝の角度に注意、できるだけ体を起こして、おでこに膝つける気持ち、頑張って、オッケー。これもう2回やるだけ。疲れたら寝てもいいです。できれば起きて、行きましょう。膝の角度注意、できるだけ足抱えて、おでこつけるイメージ、息止めないようにして、よっしゃー、あともう一回ですからね。息長く吐いて、できるだけ起きて、止まって、膝しっかり抱えて、いってーバカいてー。お疲れ様でした。3回足入れ替えるのをたった3回、めちゃくちゃ簡単なのにめちゃくちゃ効く。状態がねしっかり起こせれなかったよって人もね、何度かやっていくとできるようになります。ちゃんと前に進みながらね頑張っていけばできるようになります。お腹にしっかり効かすことができてきます。頑張ってお腹をへこましていきましょう。頑張ってやったよって方、言葉のコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。